はいどうも、カードショップへ桃田屋根桃です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG カーナビの動画をアップしています。チャンネル登録かもなる方はぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、ニューカペナチャンピオンシップトップ4の、スパーミッドレンジということで、はい、まあ、これは結構ね環境でも、大会前から暴れてたタイプのデッキかなと。このラフィーン軸にしてね、まあ、除去したり、まあ、プレーンゾーカー出して殴っていったりという感じのデッキですね。まあシンプルだけど、でもまあやっぱ単純にラフィーン強いからね、プレーンゾーカーも優秀やし、はい、まあ、ここは抑えとかんとダメかなということでね、今日はこれやっていこうかなと思います。さあそれじゃあやっていきまーす。はい、プレイ。なんかハマると強そうなハンドですね。ハマるかどうかわからんけど、さあ、高級王の野心化。ターン終了。白、白、ジアード。まあ、さすがに真っ先に、こいつだけは絶対やっとかんと。さあ、アタック。何が何でもジアードだけはね。さあ、天使デッキですね。さあ、土地が来て欲しいところに土地が来ましたね。ああ、どうしようかな。しつこい負け犬。後継をね、野心化。さあ、アタック。ターン終了。オルゾフエンジェルか。さあ次のターンからちょっと大変なことになりそうだね。まあ変な盾持ちとか出てきたらややこしいからね。まあややこしいけど、あれだな。こうが7点。さあ2体でアタック。まあ消失の地区あるんでね、変なブロックの仕方やってくれると一方的に取れるかなと思うんですけど、まあこれはいいですかね。ターン終了。さあお相手も野心化出してきて、まあちょっと黒マナが欲しいところではあるね。さあブロックしない。まあ行きますか、ラフィーン。さあアタック。ラフィーンと婚礼の発表、いやー違うか。
しつこい負け犬でいいか。さあ通してきましたね。さあ一応飛行クリーチャーも止めれる状態なんで、ここでマイナスに行きますか。さあ虐殺事件 X2 で、さあアタック。さあ2枚捨てる。あと2点。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ、ターン終了。まあちょっと土地が不安ではあるね。またこいつか。高級の野心家。ん？それが出てくるってことは普通の白タン？ちょっとわかんないですけど。さあラフィーン、さあアタック。しつこい負け犬捨てましょうか。はい、ターン終了。ライフゲインですか。どうしましょうか。ここで行こうか。さあしつこい負け犬。アタック。さあ3枚引いて1枚2枚、3枚捨てましょうか。さあターン終了。このまま押していきたいけどどうだろうね。相手ハンドが5枚、土地がなくて動きにくいとかそういう感じかな。まあ、展開のユニコーンはあんま気にせんでもいいかな。殴ってくるとは思うけど。
まあ、ここは殴るか。さあ、ダック。どうする？ソリンいらんか。もうセジーリの防護か。先に消しちゃってもいいんですけど、まあまあ天界のユニコーン育ったところでシクかホローで追放していきましょう。その後鍵虐殺事件かなんかでね、ブロッカー消していきたいですね。はい、祝福されし者の声。あ、これでセジーリの防護は使えない。これ放浪王の方がいいかな。放浪王の方がいいね。ん？殴ってこない。それだったら消失の祝福。さあ、虐殺事件 X4。 さあ、ダック。さあ、2枚捨てます。ターン終了。さあ、もう次のターンで思ったけど、これ2体いるとそういうわけにもいかないか。これでいける？さあ、冥府の掌握届くか結構わからんけど、多分届くんじゃない。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。ターン終了。ターン終了。さあ、ラフィン。運命的不在か。まあ、しゃあないな。さあ、もう一枚ラフィーン。
呪文縛り厄介だね。アタック、いいですね。しつこい負け犬捨てた。ターン終了。むしろ捨てたいカードですよね。まあでも呪文縛りで3点食らわされるの結構痛いか。さらに有望な信徒も殴られて5点か。うわうわーだな。あれ、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ、ターン終了。さあターン終了。ああエンチャント割ってくるやつか。結構嫌だね。ラフィーン、狼デッキですかね。虐殺事件でどっかで流したいね。さあブロック。違うな、とりあえず先殴るか。さあアタック。はい、ラッピーン捨てまーす。さあ虐殺事件 X2 で、とりあえず一回止めるところから始めよう。でも結構消失のシックが効きにくいイメージあるな、狼デッキは。うん、こいつは全然 OK ですけど。さあ婚礼の発表。さあアタック。呪文貫きとかなんかあったっけ。いらんのじゃない。ターン終了。サイズでかいだけで対処されんような気もするんだけど。また虐殺事件欲しくなってきた。ああなるほど。じゃあ消失のシック、さあしつこい負け犬、さあアタック。さあラフィーンを強くする。おお、これはさすがにホローを残すか。そしてカード引く、さらにカード引く。いやいいですね。ターン終了。大の嵐探し2枚目。
あ、消失の宿。まだしんどいかこれ。いや、いけるか。さあ、冥府の掌握。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。エスパーミッドレンジということで、ラフィーン強いね殴り合いで勝てるポテンシャルが異常にやばいね。エスパーとかってあんま殴り合いするイメージないですけど、このデッキほんと普通に殴り合いで打ち勝つっていう、なかなかえげつない、今までのエスパーとはちょっと違う感じの仕上がりになってますね。はい、まあもうちょっとこう、なんだろう、カウンターとか入っててっていうのがエスパー好きな人は求めてるところなのかなとは思うんですけど、なんだろう、難しいねまあでも強い間違いなく強いね。ラフィー本当厄介なんだろうな、このクリーチャー。使ってても本当にすごい使いやすいし、負け犬もね、高機能の野心家もそうですけど、入ってるクリーチャーが全部おかしいからね。まあ、殴り合い好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。